中山競馬場第4レース、3歳未勝利、芝の外回り 1600m 戦、16頭の競争です。今日最初の芝のレース、芝のコンディション主です。枠入りは非常にスムーズ、 1,2 コーナーの奥のポケット地点、16番イエローブーケ入ってゲートイン完了です。スタートしました。1番岩国、内からいいスタートを切っていますが、かわしてまず5番のミュステリオンが出ていきました。2コーナーに向かっていきます。外から15番の湘南ラブリー、かわしてこちらが前で2コーナーから外回りに向かいます。15番湘南ラブリー先頭に立っていきました。これを追っていく外目10番 JK ボス、2番手まで上がっていきました。残り1200、3番手になって5番のミステリオンです。この後ろ11番のセクシーデザイン、控えて1番岩国が打ち、7番のソフィーズチョイスが続いていって、外16番イエローブーケ先段、残り 1000m、 中段馬群の一角に8番のレイアリーです。外に14番のレリナビゲーターが続いています。3番フロスティーグレイ、6番火曜年華もこの馬群の中、中段かなり固まっています。残り800を切っていきます。後方より内から4番ナムラロロ、外から追い上げていった12番の OK ドリーム、3コーナーカーブしていきます。その外からは13番スマートクレールが続いて、4コーナーに向かうところ、後方寄りになりました4番のナムラロロ、2馬身がいて後ろ2頭、9番ライラックジェンヌ、2番クロシンジュとなっています。4コーナーカーブ単独先頭、15番湘南ラブリー、残り400、リードが1馬身ほど。2番手ミュステリオン、直線コースへと向かってきます。内を狙って岩国、徐々に追い上げて、この外からは6番火曜年華、馬群の中 JK ボス、外から14番レリナビゲーター、一気に追い上げて坂を登ってきます。前の争い、赤い帽子2頭、ミュステリオン、火曜年華、外から14番のレリナビゲーターが追い上げてくる。火曜年華、レリナビゲーター追い比べ、レリナビゲーター捉えた、ゴールイン。2着に6番火曜年華、やや間が空いて5番ミュステリオン、3番手人気2頭の追い比べでしたが、外14番レリナビゲーター、最後は捉え切りました。6番火曜年華は2着、この2頭でやや後ろを離す形になって、5番のミュステリオン3番手で続いています。その後に1番岩国、最後追い上げた7番ソフィーズチョイス。勝ち時計1分35秒6、上がりタイム、ゴールまでの 800m は48秒6、 600m は36秒5です。前半の 800m 47秒0で、後半が48秒6という流れ。中段固まった馬群の中にいました14番レリナビゲーター、そして6番火曜年華、人気2頭の追い比べは14番レリナビゲーターが制して、この2頭で後ろを離した形、離れた3番手に5番ミュステリオン、その後1番岩国が続いています。重馬場の芝のマイル戦、決着タイム1分35秒6でした。5着まで到達順はすんなり上がったところ、1着は14番レリナビゲーター、5戦目待望の初勝利、ハーツクライ3区、鞍上のクリストフルメール騎手は3レースに続いて連勝となっています。中山4レース人気2頭、ちょっとここは足が違ったかなというところではありましたが、最後火曜年華もね、もう一伸び見せたんですけれども、さらに外14番のレディナビゲーター、こちらが先着となりました。最終的にレディナビゲーターが2番人気、火曜年華1番人気、そして3着先行したミュステリオン、この馬が人気がありませんでした。12番人気、14番6番5番で最終オッズです。単勝14番 2.3倍、枠連371.9倍、馬連6番14番 1.9倍、馬単14番6番 3.6倍、三連複5番6番14番 70.8倍、三連単14番6番5番 213.6 倍です。確定までお待ちください。